にあるか。スライムか。やべ。ああ。おっつ。ああ、そうそうそう。なんかちっちゃいのが来た。なんだこいつらは。うざいぞ。うざいぞ。だからこっちにはキノコがある。うわうわうわ。無限に出てくるとこじゃねえだろうな、お前ら。リーチはこっちの方が長い。リーチは長い。見えない。見て。でもこれ壊せるのかよ。壊せるんだ。この青いやつ。よし。ここにも何か必要だな。うわ、でけえダイヤモンドがある。ダイヤモンドがある。ぶっちゃけ失敗すると HP の強いダメージ食らうんだよ。あーなるほどね。鍵はもう近いぞ。近いんだが、ここから反対側に行くのか。どうやらあの上を登っていかないといけないらしいな。今のところちょっと行こう。ここからまっすぐ行って、またなんか動力源を見つけて、水晶かなんかを見つけなければならないと。オッケーオッケー、見つけちゃった。ダメだ。ああ。動力源確保。水晶手に入れた。ちょっとなんか難しそうつうか複雑だったな。鍵が向こうにはあるんだが、これどうやって飛び移れって話だよな。順調にいけるのか。怖え。あー待てよ。どうなってる。こっち左は使いそうにないな。あ、でけえの欲しいな。どうやって手に入れるんだ。
そこか。あのロープに。あー、このロープだと思うんだが、俺が思うに。あのでけえ水晶取れるっていう。死んじゃったー。酸素待て。多分ジャンプして通ると思う。おーし、ダイヤモンドゲット、ダイヤモンドゲット。あ、ちょっと大丈夫か。そのこ骨折じゃないけどダメージ食らうか。あぶねー、ちょっと急ぎすぎた。タイミングを伺わなければ。焦ると死ぬな。待てよ、反対側にもあるぞ。あそこの上のはどうやって取ったり。あそこは捨てるか、おそらく。なんか下にもあるよ。下がっていってまた上に上がるんじゃないかな、トリカが。欲しいところかな。まあいい、まず鍵を先に取ろう。鍵を、ヒヤッとするよ、ヒヤッと。手に汗握るよ。鍵は目の前だ、鍵は目の前だぞ。ビルボ取った。よっしゃ。反対側はどうやって行くの。昨日は あっち落ちても大丈夫だな。落ちても死にはしない場所だ。死にはしないな。あの鶴だな。よし、じゃああれ行こう。あそこの緑とピンクを行こうか。緑とピンク、うわ、待てよ、どれだろう。ね、その手前の緑がビローンと下に伸びるんだけど、でまた上に上がっていくみたいな、エレベーターみたいな感じだと思うんだ。このタイミングだな。あー、あの川の方に来ました。あそこからジャンプしても届かない。でもここからなら行けるはず。はい、さあよし、捕まえた。でさらに、わーし。でもこれね、気はいいんだよ。帰りがやばいんだよ。はい、危ない。はい、ずっ、よーし。